はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。私もね、YouTube ってものを始めて11年になるんですね。一番最初の動画をアップロードしてから11年か、早いなと思うわけなんですけども、2020年がなぜね、この YouTube の最後のチャンスの年なのか、それをなぜ強調するのかと言いますと、皆さんもご承知の通り、それはですね、有名人、芸能人、専門家の方、企業の方、そういった方がね、どんどん、お、YouTube って儲かるみたいだぞと、YouTube ってのはすごく自由だぞって形で参入をどんどんしてきているからなんですよね。その中にはですね、動画の編集チームとか音響とか加工とか、こういったテクノロジーに優れた人もいるわけなんですよ。要するにずっと YouTube ってのはそういったね、力のある人がいない素人の場所だったわけなんですよ。素人の中で競争するもんですから、 YouTube の中では有名人になれる、テレビのメディアでは有名人になれないけども、 YouTube では有名人になれる、ここにねチャンスがあったわけなんですよ。でも今度ね、そういう風な有名人の方とかタレントの方が YouTube に入ってくると、力のある普通の人という形で YouTube がどんどん視聴者さんをこう奪っていくわけなんですよね。そうすると私たちがね、いくらやってもそれはね、なかなか太刀打ちできないというところがあるんですよね。いやー、なかなか難しいですよね。芸能人という方がテレビという放送の枠を超えて YouTube で自由に発信する、しかもそれを一流の編集テクニックでドーンとやってくるわけなんですよ。もう私なんてのは編集をしない方ですけども、きちんとした編集もセールスの時はするわけなんですよ。まあもうね、3年ぐらいセールスはしてないんですけどね。ただそのセールスの編集動画のクオリティでも、やっぱりね、一流のテレビメディアをやられた方とか、放送作家の方、こういう方、コピーライターの方とかにはもしかしたらね、叶わないかもしれないですよね。だってテレビの放送を、まあ、担う方っていうのは、いろんな規制とかスポンサーさんの意向によってできないことが多すぎたわけですよ。でも今度 YouTube ではそれが全部自由に表現できるわけですね。さあ、もう、でもなんかレースはね、明らかなような気がしますね。でも、私たちに全くチャンスがないかというと、そういうわけでもないんですよ。YouTube で私たちが何がチャンスがあるかって言ったら、超ニッチなことですよね。例えばね、ヒロミさんっていうのが DIY の、その放送されてましたよね。で、ヒロシさんっていう方が、ヒロシですのヒロシさんが、一人キャンプとかをやってますよね。これも細分化されたジャンルのような気がするんですけども、大内さんおはようございます。ご無沙汰しております。元気ですか？相変わらず私こんな感じでね、のんびり暮らしてます。すみません。たまに広島にも伺います。よろしくお願いします。またランチ会とかでご一緒したいですね。矢野さんもおはようございます。いつもありがとうございます。という形で、Facebook ライブなんで、たまにね、コメントにお返しする余裕が最近できてました。Facebook ライブをしてると、ちょっと話の途中なんですけども、やっぱり10人とか20人っていう方がコメントを書くとね、なかなか返信ができないんで、ずっと私の話を、まあ、いわゆるコメント無視して続けることになりましたけども、最近はですね、視聴者さんが、まあ、良きか悪きかなんですけども、減ったんで、こうやってコメントにお返ししながら放送ができているような感じでございます。さあ、それで YouTube の話に戻りますけども、一人キャンプとかね、DIY ってのが結構ニッチなジャンルだと思うんですよ。でもニッチなジャンルでも芸能人が一人ポンといればもう十分なんでね。じゃあ私たちは何ができるかっていうと、例えばね、私の場合は、その、アメ車をこうね、いじっている動画っていうのを結構見るわけなんですよ。さあ、アメ車のユーザーさんっていうのは、やっぱり国産の車を持っているユーザーさんに比べたら少ないんで、アクセス集中するんですよね。その中でも、この一車種に限定して、例えばトランザムに限定してとかやると、まだこれ集中するわけですよ。で、トランザムに限定の中でも、83年式キャブレターに集中してってなると、またね、アクセス集中するんですよ。さらに、昔ね、映画でやってた、ナイトライダーっていうものの、レプリカの車をいじってるよってやったら、まあ、そういう車もね、少ないんで、やっぱり集中するわけですよね。こういうふうに、超ニッチなところには、まだね、チャンスがあるかと思いますけども、悲しいかな、私たちは普通の人として生きてますので、超ニッチなものに対する、情熱とかね、意識とかっていうのは向きにくいってことがあります。だからね、私たちは、子供の頃の夢に、もう一回帰ることができるんですよ。子供の頃の夢を忘れて、大人の現実で生きてる中で、子供の頃にね、夢となっていた、例えばね、山奥の秘密基地みたいなのがありましたよね。山奥に入っていって、藁を編んで秘密基地を作りましたみたいな。じゃあ、そういう風な、一人キャンプなのか、DIY が分かんないようなジャンルってのは、これはなんか受けると思いませんか？ここ何年かね、YouTube の中では、なんですかね、廃墟。廃墟の動画ってのが結構人気だったりするわけですけども、廃墟とか廃屋っていうものとはちょっと違う、こうね、子供の頃の秘密基地とかね、あとなんか、こう、ベーゴマとかね、メンコのなんかコレクションを出してきてメンコの説明をするとかね。そういうのは割と今古いのが新しいって感じになるんじゃないかなと思います。うん、まあそういうのだったらね、子供の頃のそういった憧れとか夢を思い出せば、
いろんなことが放送できるのかなと思いますけども、皆さんはね、幼い頃の夢や憧れ、どういったものをお持ちでしょうか。それでは本日もいってらっしゃい。